はい、ということでですね、今日はですね、実はこれウクライナ危機が始まってからですね、結構僕が作りたかったね動画なんですよ。何かっていうと、インドってどうなのっていうね、そういった動画作りたかったんですよ。これずっと作ろうと思ってて、もう作る隙がないっていうかね。で、やっとちょっと今日作れたかなって感じなんですけれども、言ってもまあすごい部分的なね、ことしかやれないですけれども、今日とかもね。で、何やるかっていうと、僕今までね、これ動画の中で何とか言ってましたよね。まあ、今回ね、ロシアがことを起こす、その前からもちょっとちょいちょい言ってましたけれども、何を僕ね、ずっと動画の中で言ってたかっていうと、インドって本当に味方なのかってそんなにずっとしてたんですよ。まあ、今回ね、ロシアによるウクライナ侵攻始まってからも何回か言ってますけれども、今日そういったね、ちょっとインドの話です。なんでかっていうと、やっぱこれですね、ニュース動画作るわけだから、やっぱりこれ、やっぱりか、みたいなね、まあ、良くないことが起こった、良くないニュースがあったからなんですよね。はい、ってことで、まずですね、まずこれ紹介したいのが、ロシアのね、軍事侵攻直後のニュースからちょっとやっていきます。で、その後にマジかってことをやりますけれども、まずこれですね、インドとロシアの関係みたいな話からしていきますね、短く。これがこうあります。インドは、ロシアのウクライナ侵攻について、目立った批判を手控えている。自由主義陣営のメンバーとして日米豪との協力枠組みクワッドの一角を占める一方で、ロシアとも伝統的な友好関係を維持しているためだ。モディ政権はロシアへの対応でどこまで欧米諸国と歩調を合わせるか苦慮する局面を迎えそうだ。で、これですね、ロシアがウクライナに攻め入った時もこんな感じだったんですよ。インドは国連安全保障理事会の会合、これがまあね、現地時間23日ですけれども、攻め入った直後ぐらいですよね。攻め入った直後ぐらいに、インドのティルムリティ国連大使が、ウクライナ情勢に関し、地域の平和と安全を損なう可能性があり、深い懸念を表明すると発信したが、ロシアは名指ししての批判は避けたっていうことで、何ですか？地域の平和と安全を損なう可能性の懸念を表明。だからね、これ。だから、ロシアへの批判でも何でもないですよね。なんかこれ、ごちゃごちゃしそうで、心配やわーって言ってるだけっていうね、インドとしてね。すごいなって感じですけれども。で、これがですね、インドはね、なんでロシアを批判しないかって言ったら、インドは旧ソ連時代から軍事面で、ロシアとの関係が特に密接だ。2016年から2020年のインドの武器輸入の約半分をロシアが占める。だからインドはね、ロシアからすっごい武器買ってるんですよね。約半分っていうから、アメリカよりもロシアから買ってるってことなんですよ。で、2018年にはアメリカの反対を振り切ってロシア製地対空ミサイル S-400 の導入契約を結んだ。インドロシア首脳は昨年12月にニューデリーで会談し、軍事や科学技術など幅広い分野での連携強化で一致した。だからね、もうどうなんすかね、これね、インドこれ味方なのかなって思っちゃうんですよね。で、こうあってインドは中国との関係が悪化する中、軍備増強の重要性が急速に増している。ロシアとの関係が冷却化すれば装備品の調達に影響が出るとの警戒感が強いってあるんですけれども、でもね、別にこれアメリカから買えばいいんじゃないのって思っちゃいますよね、僕らがするとね。でも多分インドってのはですね、アメリカともそしてロシアともこう交渉がしやすい感じにね、両天秤にかけるっていうかね、両方とこう繋がってるのかなと思うんですよね。やらしいですよね。まあどうなんですかね、僕らがするとやらしいって思っちゃいますけれども、まあ人によってはね、そう当たり前だろうっていうかもしれないですけれども、ただ日本から見ると信用できるのかってなっちゃいますけどね、それだとね。で、インドのですね、こういった姿勢はインド国内でもこういう感じに言われていて、こうあります。一方でロシアのウクライナ侵攻にまともに反応しなければ、だから批判とかしなければ、欧米諸国からの風当たりが強まる可能性がある。で、インドの英字新聞のですね、インディアンエクスプレスは、21世紀の新たな紛争が勃発する中、インドは戦略的に厳しい選択に迫られていると指摘したと。だからまあどっちか選ばなきゃみたいな感じでね、国内は言われてるってことだと思うんですけれども、で、結局ですよ、それでインドはですね、結局そういった中、どういった選択をしたのかね、どういった選択をするのかって思っていたところ、こっからですね、これこっから紹介したメインのニュースなんですけれども、マジかっていうニュースが出てきたって話なんですよね。こうあります。これ本当昨日一昨日のニュースなんですけれども、これがロイター通信によると、ロシアはインドに割引価格で原油や商品の購入を持ちかけており、インド政府も前向きに検討していると見られるこれね、まあその後もうちょっといろいろ紹介していきますけど、とりあえずちょっと続けますね。これがウクライナに侵攻したロシアは、米欧などの厳しい経済制裁により通貨ルーブルの下落や国際資金決済網からの、だからスイフトですよね、スイフトからの一部銀行の排除などに直面している。インドメディアによると、インドはロシア産原油を購入する場合、
ドルやユーロでの支払いではなく、インドの通貨ルピーとロシアのルーブルを利用して決済を進める可能性があるという。そしてさらに驚きの、支払いには中国の人民元を使う案もあるとされる。もうこれ完全にあっち側じゃないですかね。嘘みたいな話なんですよね。で、インドはロシアから兵器を大量に調達する密接な関係にあり、ロシアを非難する国連総会の決議を棄権した。昔さっきありましたよね。で、さらに未だにインドってのは経済制裁も見送っており、米欧との足並みの乱れが鮮明になっていると。あとですね、これさっきもありましたけど、アメリカ、日本、オーストラリアと連携するクアッドの協力関係にも影響が及ぶ恐れがあるっていうね、感じなんですよ。これインドメディアでも言ってますからね。いやだからね、これはっきり明記されてないですけれどもね、このクアッド、今出てきたクアッドですけれども、だから日本、アメリカ、オーストラリア、インドですけれども、これね、まあ、対中国だと思うんですけれども、明記はされてないけれどもね、そう言われてる感じですけれども、でもね、これがね、インドがですよ、もしくはロシアと取引して、で、さらにね、そのオイルの決済とかをこれね、中国人民元で支払うってことになると、もう何のためのクワッドなのかっていう感じになっちゃうんですよね。インドがいる意味があるのかって感じですよね。ちなみにこれですね、今までね、インドはこれ、ロシアとの原油の取引、これなかったかっていうと、少しはあったんですよ。こんな感じだったと。こうあります、こういうふうに。インドは国内で必要な原油の8割を輸入しているが、通常のロシアからの輸入比率は約2から 3% に過ぎない。それでも今年になって原油価格が 40% も跳ね上がっているため、輸入コストが抑えられるなら、ロシアからの輸入拡大を検討しているところだ。で、本当にすごいのはね、これ。インドの政府高官が話したっていうのがあって、これはこういうふうにあるんですよ。インドの政府高官の一人は、ロシアは非常に安い価格で原油や他のコモディティを売ると持ちかけている、我々は喜んで応じるだろうと語った。この交換によると、実行するには輸送手段確保や保険加入など準備が必要になるものの、それが整えばロシアの提案を受けることになるという。これだからね、本当なのかなって思うんですけれども、一応これね、ロイター通信がインドの政府高官から聞いたってことで書いてあるんですけれども、でも多分ね、これ本当なんですよ。なんでかっていうと、他にもこういったニュースがあるんですよ。今のはね、インドの高官からロイター聞いたってありましたけれども、これね、他にもこう、インドの地元メディア、これもこういったの出てるんですよ。これがね、インドの地元メディアによると、インドのハリディープシン・プーリー石油天然ガス省は、まあ、人名ですよ、人名、インドの石油天然ガス省は14日に議会で、政府はあらゆる選択肢を模索していると説明した。ロシア側がインドに割引価格で原油を輸出したいと持ちかけているのを受け、ロシア産を買い増すこともあり得るとの見解を示した。だからね、これ裏のリーク情報とかじゃないですよ。もうリーク情報とかじゃなくて、普通に公式にですね、インドがね、こういうふうに言ってるってことなんですよね。しかもインドの大臣がね。いやー、だからね、これロシアがですね、ロシアが中国とインドにですね、石油とかガスを売って買ってもらって、で、それでその資金でね、ウクライナを攻め崩すっていうね、そういうことになるわけですけども、これだとね、もうちょっとね、信じられないことっていうか、悪夢な感じですよね。もうね、笑えなすぎますよね、これね。でもね、本当に今回ですね、これインドって僕すごいなと思ってて、だってね、これ今回のね、この話っていうと、インドがですね、ロシアとの取引はやめないとかじゃなくて、新たにですよ、新たにインドがね、他の人買わないんだったらね、他の人がね、世界の他の国がロシアから原油あんま買わないんだったら、みんな買わないの、安く買えるんだったら俺が買うよってね、新たに言ってるって話ですからね。わかります？だからね、ある意味これ中国よりもすごい話なんですよ。中国ってのは一応ですね、まあ一応ですけれども、一応つけますよ、一応ですけれども、ウクライナ侵攻を始める前から、去年ですね、去年なんかロシアからですね、たくさんね、ガスとか石油を買いますっていう風にね、決めて、まあ公にしたわけですけれども、で、まあそれをですね、やめなのかって言ってね、やめませんってね、中国はだからね、それを継続っていう形じゃないですか。一応去年からやってることの継続、中国は。でもね、これインドっていうと、まさかのですよ、ウクライナ侵攻が始まって以降に安くですね、たくさんね、ロシアから買おうとしてるって話ですから、これインドってのは中国のもさらにやべえって感じなんですよ。やべえやついたみたいなね、そういう感じになってるっていうね、すごいですよね。だから僕ずっと言ってたでしょ、インドって本当味方なのかなっつって。一応ね、これは、ここからちょっとついでです。もうちょっと今日のメインの話終わりです。これついでですけれども、一応ね、これ今年のね、直近、3月3日に、ロシアのね、ウクライナ侵攻に対して、インドっていうのはね、インドはノーコメントとか言ってたわけですけれども、そういったね、インドを引き止めたい、ちょっとこっち側にちゃんと来てっていうために、こういったことやってたんですけれども、これがこうあります。岸田首相は、ウクライナ情勢をめぐり、
アメリカなど3カ国の首脳とオンラインで会談しました。まだクワッドですよ。会談は日本、アメリカ、オーストラリア、インドの4カ国による枠組みクワッドの首脳によるオンライン会談です。会談では国連総会でのロシア非難決議に棄権するなど、ロシアとの友好関係にあるインドに連携を呼びかけたとみられますってことがあったんですよね。だからこういうふうにちょっとインドそっちに行くなってやってたんですけれども、まあね、だから無駄だったと。これ3月3日にやってますから、3月3日によって、で結局3月14とか3月15にインドはね、なんかロシアの原油を買おうかなと思ってますとかって言ってるんですよ。もうちょっと笑えないっすよね。だからまだね、まだ買ってないのかもしれませんけれども、ただね、こんな状況ですよ。世界がこんな状況で今ね、そんな話をロシアとしてる時点で、まあそういう国ってことですからね。まあこれ以前からですね、これ日本としては中国が怖いってことで、中国をね牽制するんだったら、もう日本はねインドと仲良くしとかなきゃダメってことで、安倍さんとかはね、なんとかこうインドと仲良くしようとしてたんですけれどもね。だから今のところインドっていうと、インドっていうと中国と仲が悪い感じですけれども、今後もそれさえもちょっと分かんないですよね。少なくともちょっと信用できる感じはなさそうですよね。怖いなっていうね。はい、ということで、僕はちょいちょいね、インドって本当に信用できるのって言ってましたけれども、まさかね、この状況でインドがですね、ロシアから原油を買うかもしれないっていうことになってるっていうね、そんなニュースでした。結構衝撃っていうね。はい、今日はこんなところでございます。